28歳の樺山水平さんです。去年3年間働いた兵庫県の葬儀社を辞めて福岡にやってきました。なんかちょっと雰囲気が苦手になってきて、まあ要するに会員を取ってこいっていうことなんですね。お葬式終わったばっかの人にちょっとご助会入ってくださいっていうのがどうしてもちょっとなんか心苦しくて、なかなか言い出せなくて取れてなかったので、そういうところがしんどくなってきて、葬儀場に来た人たちへの営業悩んでいた樺山さんに飛び込んできたのが突然の訃報でした。アフガニスタンで人道支援を続けていた中村哲医師、武装集団による襲撃を受けて亡くなったのは1年前の今日でした。仕事に違和感を抱いていた樺山さんの背中を押したのは、事件をきっかけに思い出した中村医師の言葉でした。高校生か大学生くらいの時だったと思うんですけど、名言を英語で勉強しましょうみたいなので、その時にパッて出てきて、国際化の致命的な欠点は下から上を見る視点の欠落であるみたいな、簡単に言ったらその相手の立場になって考えるっていうのが、まあ究極はそういうところなのかなって思ってましたね。中村医師の事業を日本側からバックアップする組織 PMS 支援室。葬儀社の仕事を辞めた樺山さんがこの支援室で働き始めたのは、事件からおよそ半年となる今年の5月でした。現地のスタッフたちによって再開された事業、今月からは中村医師が生前に計画していた新たな用水路工事も始まります。He is not physically present with us, but his way of vision is theoretically with his idea in everything is with us. But inshallah, we are, there is no any problem in the project. Assalamu alaikum. This is Kabayama. 働き始めて半年が経つ樺山さん、今は現地の会計管理などを担当しています。向こうの方たちが何を欲してるのかとか、そこが第一優先になってくるっていうところでやれるのがいいんですかね。ガツガツ利益を上げたり出世していくとか、まあそういうのが苦手な部分があって、どっちかといえばなるべくその人のためというか、そういう思いとそのマッチしたのかなって思いますけど。